森永乳業。森永乳業株式会社。森永乳業は東京都港区に本社を置く日本の乳製品メーカーである。森永製菓とは兄弟会社の関係で森永グループを形成している。コーポレートスローガンは輝く笑顔のために。森永乳業のロゴでは久しに旧字体を用いている上の樹が1になっており。 ランドオアソシエイーツによりデザインされた。この他にも販売商品に記されている森永乳業株式会社お客様相談室の一文にも同じ旧字体が使用されている。ただし、陶器上は旧字体でない久差しとなっている。かつては乳業業開催大手のメーカーであったが、1955年昭和30年6月頃より、 森永みるく中毒事件を引き起こしたことで、雪印乳業に業界最大手の座を明け渡すことになった。その後、長きにわたり業界一位であった、雪印乳業が2000年、平成12年に引き起こした、雪印集団食中毒事件と、2001年、平成13年に、雪印乳業の子会社だった、雪印食品が引き起こした、雪食品牛肉偽装事件と、 グループ企業による2件の事件により、業界1位は、明治乳業となり、森永乳業は2008年、平成20年現在で、業界2位、2007年3月期売上高は5782億円となっている。競合会社として、明治乳業、雪印乳業、日本ミルクコミュニティ、メグミルクが挙げられる。このうち、明治乳業は、旧明治政党から、 明治成果と共に分離、独立した企業で森永と同様に一つの母体から乳業と成果に分離しており、また設立時期が近く成果と乳業の二部門間の歴史や商品構成が類似していることから業績面でよく比較対象として挙げられる。なお、明治乳業は2009年平成21年4月に明治聖火と経営統合して、 明治ホールディングスを設立し、2011年、平成23年4月に、明治製菓の菓子、食品事業を継承して、明治乳業は株式会社明治に、また、雪印乳業と日本ミルクコミュニティも、同年10月に経営統合し、雪印メグミみ力が発足した、雪印メグミみ力は2011年4月に、雪印乳業と日本ミルクコミュニティを吸収合併し、 事業会か。森永乳業も2008年平成20年12月に一部報道で森永製菓と森永乳業が経営統合に向けて交渉に入ったと報道されたが森永製菓によると森永側が発表したものではなく事実関係もないとのことで2010年現在もそのような動きはない。なお2017年2月24日には兄弟会社である 森永製菓との間で2018年4月をめどに持ち株会社携帯経営統合すると日本経済新聞により報じられたが1ヶ月後に沙汰みとなった。乳飲料やヨーグルトをはじめアイスクリームやデザート商品、栄養食品などを手掛ける。中でもチルド飲料のマウントレーニアシリーズは1993年平成5年に発売されたチルドカッコーヒーの元祖と 言える存在であり、チルドコーヒー市場のシェアナンバー1である。主力製品のアロエヨーグルトは2008年、平成20年現在、累計44億個を販売。2008年度のモンドセレクションで金賞を受賞した。デザート事業も好調であり、アイスクリーム部門では、ユニリーバと提携したエスキモ、エスキモブランドで多様な製品を世に送り出し、 現在業界の先端を走っているが、2010年に森永ブランドの価値向上を目的として、エスキモブランドを廃止、同年度下半期以降の製造、発売品を順次、森永ブランド、M マーク森永へ置き換えている。兄弟会社の森永製菓も、森永乳業とは別に、アイスクリームを発売している。他、 ほかたすほかたす、森永の絹ごし豆腐の名称で、日本国内をはじめ、北米でも展開。1979年、昭和54年に開発された、長期保存できる、無菌包装パックで販売。北米市場では3位で、コンビニエンスストアでも販売されているが、日本国内では、中小企業事業分野調整法によって、店頭販売がほぼ不可能なため、 原則として公式サイト、または、最寄りの森永牛乳販売から購入を申し込み、1ケース6丁から、販売店からの宅配で入手する形となる。もともと乳業メーカーは CM が少ないが、森永は特に、森永秘ミルク中毒事件の影響もあってか、長らく提供クレジットは自粛し、提供番組も非常に少なかった PT 扱い。 しかし2009年4月よりクレジットを再開し、以降多くの番組への提供を開始、かなりの CM 執行をしている。テレビ CM では番組によってロゴマークである M の文字を頭に冠した M 森永乳業表示と社名のみの森永乳業と提供クレジットを分けている。また、過去にはビビダスヨーグルトと提供クレジットを出した番組もあった。また、ADK。 および、子会社のナズが、広告代理を担当しているアニメ、特撮番組でも、PT 扱いで不定期に放送されることがある。提携しているユニリーバも同様であり、マスターフーズも、このような扱いで放送することがある。コスモ石油も、一時期この携帯で放送していた。2011年3月11日に発生した、東日本大震災の影響により、翌4月まで、 一切の広告活動を自粛、提供番組は AC ジャパンに差し替えていた。5月から広告を再開すると同時に CM 最後にサウンドロゴが入れられるようになった。日本テレビ系、TBS 系、富士テレビ系、テレビ朝日系、その他、他。2010年6月1日、渋谷プライム、渋谷109の隣に立地6階のライブハウス。 渋谷エンターテインメントシアタープレジャープレジャー、プレジャープレジャーのネーミングライツ命名権を取得、MT レイニーアホール、マウントレイニアホールに解消した。ネーミングライツ契約を締結するのは、これが初めてで、契約期間は3年間、2013年5月31日まで。同社が CM 提供するドラマ、スペック、警視庁公安部公安第5課、 未証事件特別対策係事件簿の制作発表会見がここで行われ、主題歌を歌うザ・ライス・クッカースもライブを行った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。